オクテギョンは大韓民国の歌手、俳優、作曲家、アイドルグループ午後2時のメンバーである。メンバーカラーはグリーン。団国大学校経営学部、高来大学校国際大学院国際、協力学専攻卒業。身長186センチメートル。午後2時では、ラップ、ボーカルを担当。俳優、音楽番組の MC や、バラエティ番組でも活躍している。 趣味は音楽鑑賞、スキー、ウェイクボード、散歩、特技は料理。ボストンに7年間滞在していたため英語をほぼ完璧に話せる。2012年に大学の卒業認定のため受験したト o e ックでは満点である990点を獲得した。もともと英語、韓国語、スペイン語、中国語を話すマルチリンガルだったが使わないうちに記憶が薄れ、2017年時点で 話せるのは英語、韓国語、日本語としている。出演していたバラエティ番組三食ご飯で飼っていた犬、ミンキーが産んだエリを番組終了後引き取って飼っている。2011年ソウルで生まれ、普山で育ち、13歳の時に親の仕事の関係でアメリカに移住。ニューヨークで開かれた JYP モデルオーディションに参加し、7年間滞在したアメリカを離れ、 韓国に戻り JYP 練習生となる。2008年9月午後2時のメンバーとしてデビュー。2009年音楽番組 SBS 人気歌謡の MC に抜擢される。2010年 KBS ドラマシンデレラのお姉さんで本格的に俳優活動を開始する。2011年ペヨンジュンと JY パークが共同で初プロデュースを手掛けた学園ドラマドリームハイに メインの生徒役で出演し作品は大ヒット。同年、フジテレビ系ドラマ、僕とスターの99日に出演し、日本のドラマに初出演する。キムテヒ演じるヒロインに近づく、謎の男、テソの演じた。2013年、人気バラエティ、私たち結婚しましたの世界版にて、台湾人女優のウーインジエと仮想結婚生活を送り、アジア21カ国で放送される。 同年、TVN ドラマ、君を守る恋から、フーアー r ー you? で、現実主義者の熱血刑事ゴヌを演じドラマ初主演、結婚前夜で映画初出演、初主演を務める。2017年1月、日本で初となる、ソロアルバム、テイシーンスペシャルウィンター一人をリリースし、東京ドームシティホールにて、初の日本ソロコンサートを開催した。アメリカへ住権を持っているため、 兵役免除対象者であったが、永住権を放棄し2017年9月に入隊した。2018年7月、JYP エンターテインメントを退社し、51K と専属契約を締結。午後2時の活動は JYP で継続すると発表された。2019年5月、白馬部隊新兵教育大隊助教として、現役含むを終え除隊した。2020年、 サスペンスドラマ、ザ・ゲームに手助隊後俳優復帰し、人の死ぬ瞬間が見える、主人公テピョンを演じた。ありがとうございます。